裁判官にとっては原発一基止めるのがそんなにハードルが高いのかと。これ完全な肩透かし決定ですね。非常に裁判所のやり口として卑怯なやり口だと思いますが、やはりそれだけ裁判官にとっては原発一基止めるのがそんなにハードルが高いのかと。別にその全国の原発止めてくれって言ってるわけじゃない。老朽原発の美浜3号機という一基、これが危険だから止めてくれと言ってるわけですね。で、それを止めることによって多くの人の生命、身体、健康、平穏な生活に対する大きな不安が取り除くことができるわけですよ。